久保さん、すみません、僕はクリックしないですね。<laughs> クリックしないし、そもそもあの出てこないんですよ。そういうのが。<laughs> 僕の場合はそ。その動画が出てくるっていうことは、クリックしてることですね。久保さん、<laughs> クリックしちゃってるんですよね。まあ、クリックしてやってるって言ってるんで。<laughs> クリックすればするほど関連動画いっぱいお、あなたにおすすめですよって出てきますからね。<laughs> 僕は全くクリックしないんで出てこないですね。そういうの。うーん。 まあ人それぞれ、その、なんだ、興味性があるのっていうのは、あの、変わってくると思います。僕は、その、何すかね、あんまり、その、すみません、幼少期から、なんかその、ブルマとか、そういうのにあんまり燃えなかったですね。うん。そう、昔の僕ね <laughs>、そう、昔 <laughs>、あの、昔ね、あの、ま、東京で働いてる時にね、あの、ま、あ スタッフの子がね、あの、水着、水着の、水着の、なんか、この、なんて言うんだっけな、ちょっと名前忘れましたけど、水着の、名前ちょっと忘れましたけど、その水着姿のがすげえ好きらしいんですよ。で、その、その子のモチベーションを上げるためにね、モチベーションを上げるために、あの、うん、じゃあ、秋葉行くか、と。 で、なんかその人、その子がリサーチしてて、よっしゃな。まあその時僕部長だったんですけど、部長、あの、今日は秋葉でこれやってるんです、みたいな。じゃあそこ行くかっ、つって。<laughs> で、行って、で、あの、なんか写真を撮れるんですよね。でもそい、いまだに覚えてますけど、で、1000円なんですよ。<laughs> そのその、あス、スクール水着、スクール水着のことを訳すと何て言うんだっけな。まあちょっと調べておきます。スク水だったか まあいいや。まあそれで、その、撮ったんですよ。で、そして、で、その子がね、なんか顔面総白なんですよ。1000円払って撮ったんですよ。で顔面総白でしてて、どうしたみたいな。いや、部長保存できてませんみたいな。マジかみたいな。もう顔面総白って。分 <laughs> かった、じゃあもう一回撮っていいよっつって。まあ会社の経費なんですけどね。<laughs> 従業員のモチベーションアップです。大変ですね。 <laughs> ありがとうございますっつってね <laughs> まだ取りましたよ1000円で <laughs> スクール水着 <laughs> もう全く僕は燃えないんですけどまあ人それぞれ趣味思考ありますからねそうだからまああのいろんなマーケットがあるってことですいってらっしゃい